インズハウス、インズハウス、インズハウス。吉尾ビログです。今年もよろしく。インズハウス。よろしくお願いいたします。僕はですね、お正月に入ってからヒゲを一切剃っていないんです。ヒゲを剃らないできた武将ヒゲになっていく、そう、汚いおっさんになっていったんです。仕事で行く前に、そう、仕事が始まる前に、ヒゲをきれいさっぱり剃っていき、毎朝使うもの、いいヒゲ剃りを使いたいじゃないですか。ただ世の中のパナソニック、フィリップ、そしてブラウン、最上位モデルはですね、5万円はくだらない。高いものもあります。6枚刃なんていうものになったら、5万8000円、6万円超えていくんです。そんな中、コスパが最強に高い本日ご紹介させていただくアイテムは、マクサル泉さんから出るこちら、泉6ヒゲ剃りでございます。なぜヒゲ剃りを紹介するのか、そう、僕がヒゲが生えているからです。早速使っていきましょう。これね、6枚刃なのにもかかわらず3年間替え刃不要なんですよ。なんとチタンコートしてある、そう、カーボモードもノーマルモードもあるから、この武将ヒゲがどんだけ綺麗に剃れるのかやっていきたいと思います。これがターボモード、本当に綺麗に剃れるのか一発で。ノーマルモードもあるんだけども、すげえツルッツル、ツルッツルだよ、ツルッツル。ノーマルモード、タモルモード使いまくって、ここがツルッツルになるような、今2回ですよ。ここ3日間3日間取ってないんで、これ今までね、何回も何回も行ったり来たりして肌痛くなるんだけども、このツルツル感、そう、ツルツル感、ツルツル感、ツルツル感を求めたいんであれば、こちら泉さんから出ているこちらの6枚刃の、なんと2万円以下で購入できる最高にコスパが高いこちらのアイテム、おすすめでございます。今年もよろしくお願いいたします。すいません、一発撮りでやったんで変ななっちゃったけど、本当マジでここツルツルだからね、おすすめでございます。はい、お疲れ様でした。I'll be back。